皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2021年の6月の22日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の11時13分ということで2時間10分以上遅れました。申し訳ありません。なんか声が、かすれてますけど、ということで、今日非常に遅くなりましたけど、今日のワイワイニュースライブ通算で、3256回目というのを開始したいと思います。ということで、昨日月曜日はですね、講演会がありましたんで放送はお休みさせていただいたということで、この講演会はなかなか良かったんですけど、やはり問題点もありましたんで、明日あさって木曜日あるいは金曜日のメインテーマで取り上げたいというふうに思ってます。ということで、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、この憲法は決して押し付け憲法ではないと主張する前川喜平氏、現代教育行政研究会代表は、日本国憲法の表の顔しか見ておらず裏の顔を見てないとこういうのが今日のメインテーマなんですね。昨日付の東京新聞のこの本音のコラム、こういうのが何人かのコラムニストが交代で書いてるんですね。で、これ昨日のコラムで、非常に気になった内容だったんで、今日のメインテーマにしたわけですね。ちょっと台本書くのに非常に時間かかりまして、このような夜遅くになりまして申し訳ありません。ということで、今日の放送を始めたいと思います。今日の放送、月曜日、火曜日ですね。第1部私の情報発信活動ということで、先週の金曜日が最後の放送だったんですね。6月の18日、放送妨害はありませんでしたと、遮断妨害もコメント妨害もありませんでしたということです。そして、先週金曜日のメインテーマ続きですね。すべての国民は市日本共産党委員長らを結集軸とする純粋野党統一党に結集せよと、こういうメインテーマで、ツイキャスとそれから YouTube で配信したということですね。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが245名、 YouTube が109名で、合計で354名ということになってます。そしてそのメインテーマを翌日6月19日日曜日にですね、ブログ記事化して配信したということで、私のブログ GOO のブログサイトで、にアップして、そして SNS とかメーリングリストで、配信したんですね。そして、先週1週間の月曜日から金曜日のワイワイニュースライブの放送を3つに分けて、週間まとめとして、まとめを配信しました。で、1つ目のまとめはワイワイニュースライブの放送、テレビ放送ですね。そのタイトルとそれからURL ですね。そして、2つ目のまとめっていうのはワイワイニュースライブの放送台本のまとめと、そして最後はワイワイニュースのブログ記事の週刊まとめとこういうことで、配信したと。そして、昨日月曜日1日の私のブログサイト杉並からへの情報発信ですの訪問者数ですけど、
587名、ページビューが1150と、こういうふうになってます。そして第2部が私の主張として、今日のメインテーマですね、この憲法は決して押し付け憲法ではないと主張する前川喜平氏、現代教育行政研究会代表は、日本国憲法の表の顔しか見ておらず裏の顔を見てないというのが今日のメインテーマですね。で、昨日付、6月20日付の東京新聞朝刊本音のコラムに、前川喜平氏が鈴木安蔵のタイトルで書いた文章をいかに書き起こしたので読んでほしいということで、この本音のコラムの前川さんの文章をですね、今朗読しますね。東京新聞6月20日付、18日付本紙夕刊は、福島県南相馬市の鈴木安蔵の成果を記念館とする計画を伝え、鈴木を日本国憲法の間接的起草者と紹介していたと。鈴木は京都帝大在学中に治安維持法違反で投獄され、出所後の1933年、女子の作造の支援による研究成果、憲法の歴史研究を表すも即日発禁処分とされたと。1936年、鈴木は自由民権運動の思想家植木江守が起草した日本憲法を発見すると、そこには日本国の最上権主権は日本国民に属すと書かれていたと。敗戦後、鈴木は憲法研究会に参画し、憲法草案要綱を起案と。この時、植木ら先祖祖先以来の伝統を生かして本当の民主国家を作らなければと燃えたと後に語っていると。 GHQ はこの憲法草案の自由主義的民主主義的内容を高く評価し、 GHQ 草案を起草する際参考としたと。研究会の一人、森戸達夫にも獄中経験があったと。衆議院議員となった森戸は帝国議会の委員会で生存権の追加を提案、今の29条になったと。憲法97条は、この憲法はが日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に耐えたものだという。そこには植木江守や吉野作造、森戸達夫や鈴木安蔵の努力と試練が含まれていると。この憲法は決して押し付け憲法ではないと。こういうのがこの前川さんの文章なんですね。で、その後ですね、私の文章ですけど、人間が作ったものには表の顔と裏の顔があり、その両方を同時に見ないとそのものの本質はわからないということで、ですからマッカーサー GHQ 総司令官が起案し、1947年5月3日に制定した日本国憲法も全く同じだ。表の顔と裏の顔を同時に見ないとダメだよということなんだね。じゃあ日本国憲法の表の顔とは何かと。それは日本国憲法が世界に誇る近代的民主的憲法と一般的に言われる7つの基本理念だということで、7つですね。1、独立した主権国家。2、主権在民民主主義。3、三権分立非独裁。4、非差別平等。5、私選平和主義。6、個人の自由と基本的人権の尊重。7、隣国との平和共存と。この7つの基本理念、これは世界に冠たる日本国憲法の誇りだというふうに一般的には言われてるんですね。ですから前川さんもこの表の顔、立派な7つの基本理念に現在の日本国憲法は
素晴らしいものとして機能してんだと。 GHQ が勝手に作って押し付けたもんじゃないと。その中にはえっ、ー、と誰でしたっけ、この森戸達夫とか、あるいは吉野作造とか、鈴木安蔵とか、榎木江守とか、彼らにいわゆる明治憲法の時の憲法草案を作った人なんですね。榎木江守、こういう人たちのいわゆる基本理念がそのまま GHQ の作った日本国憲法草案の中に取り入れられたんだということなんですね。でも物事はそう単純ではないんですよね。なぜならば GHQ というアメリカ支配階級の、代理人であるマッカーサー総司令官がいわゆる占領国の憲法を作ったわけですよね。いわゆる敵国の支配階級の代理人がその国の憲法を作るということの意味は一体どういうものかと。本音はですね、要するにその軍事占領が終わった後、米国の傀儡政党、後の自民党ですよね、吉田自由党、あるいは鳩山民主とか、そして保守合同した岸信介の自民党と、この米国傀儡政党が、半永久的にですね、米国の植民地支配、植民地として機能できるような憲法を作るわけですよね。でもそれはあからさまないわゆる、米国の植民地と分かるような日本国憲法だったら誰にも守られないということで、表向きは非常に、基本理念を厚化粧して、非常に見栄えが良いものにしたということで表の顔を作ったわけですよね。で表の顔を作るために、先ほど言った森戸達夫とか安藤安蔵でしたっけ、江守、植木江守とか吉野作造とか等々の考えた憲法草案をそのまま取り入れた部分もあるわけですよね。で、次のところですけど、上記日本国憲法が掲げる7つの基本理念は今の日本ではどうなっているのかということで、1から7が一体現在どういうふうになっているのかと、憲法上の理念が現実の日本の現実においてはどのようになっているのかということなんですね。で1、独立した主権国家であるということなんですけど、今の日本は米国傀儡政党自民党が日本の政治を独占支配し、国家主権と国民資産を米国に売り渡してきた植民地国家だということなんですね。でこのことの根本原因は何かというと、日本国憲法の中に独立した主権国家を保障する条文が存在しないと。存在しないんですよ。日本国は独立した主権国家であるという条文がどこにもないんですよね。ドイツのボン憲法なんかは第1条に書いてあるんですよね。から2つ目の主権、在民、民主主義。今の日本は米国傀儡政党自民党が日本の政治を独占支配してきたために、主権が米国傀儡政党自民党に散奪されたと。民主主義が破壊された独裁国家になっちゃった。全く真逆な世界になってるんですね。
このことの根本原因は何かというと、日本国憲法第7条天皇の国事行為第3項で、天皇が首相に衆議院の解散権を与えたことと、解散権を持った米国傀儡政党自民党の首相は常に総選挙で勝利し、政権を半永久的に独占できているのだと、こういうことなんね。で、3つ目の三権分立非独裁主義という基本理念は一体現実の今の日本ではどうなっているのかと。今の日本は三権分立は存在しないと。首相が三権を独占支配する超独裁国家なんだと。そのことの根本原因は、第一に三権分立の条文が日本国憲法には存在しないということなんですね。で、第二には日本国憲法第67条が規定する議員内閣制によって、議員と内閣が一緒になってるんですね。二権が癒着になってるという制度を採用したと、憲法 第67条で即定してるんですよね。で、第三に日本憲法第6条の第2項で、天皇が首相に最高裁の 最高裁長官の任命権を与えたと。だから日本は三権分立どころじゃなくて、首相が三権を独占支配する超独裁国家なんだということなんね。で、4つ目、非差別平等主義と。今の日本は至る所で差別が制度化固定化された差別国家であると、不平等国家なんだと。このことの根本原因は何かというと、日本国憲法第1条で国民の上位に天皇家を位置づけ、国民統合の象徴とする天皇制が差別と不平等を制度化していると、ここにあるんだと。だから日本国憲法の表の顔と裏の顔同時に見ないといけないよってことなんでね。だから5番目の非戦平和主義と、今の日本は日本国憲法9条によって非戦平和主義国家に見えるが、今の日本は世界第5位の軍事力を持つ自衛隊を持つ、軍事力の自衛隊を持つ軍事大国だと。そして日米安保条約によって米国が始める戦争に参戦するように義務付けられた米国の軍事同盟国家なんだと。このことの根本原因は何かというと、日本国憲法第9条で本来の独立国であれば個別的自衛権というのは基本条件なんですよね。で、それを放棄していると、国の安全保障を米国に 100% 依存していると。そのことによって日本は米国の軍事支配下に置かれたことなんだと。だ、本来であれば日本は永世中立国として、スイスのようにですね、必要最低限の個別的自衛権を保持して、永久に独立国家というふうに日本国憲法で中で規定しなくちゃいけないんですけど、個別的自衛権を放棄しちゃったんで、アメリカに全て、国の安全保障を任せちゃうと。そのことは何を意味するかというと、米国の軍事支配下に置かれるってことなんですね。6番目、個人の自由と基本的人権の尊重と。今の日本は個人の自由と人権よりも国家の秩序が優先する不自由国家、人権蹂躙国家であると。このことの根本原因は何かというと、日本国憲法第12条13条の条文に、
個人の自由と 人権の尊重は公共の福祉に違反しない限りとの制限が規定されていると。だから常に日本の場合の個人の自由と基本的人権の尊重というのは国家の秩序が優先するということなんですね。で、7番目、隣国との平和共存と。今の日本は戦前の昭和天皇裕仁が主導したアジア太平洋侵略戦争の被害各国への正式謝罪も賠償も行ってない戦争犯罪国家なんだと。そのことの根本原因は日本国憲法にはですね、アジア太平洋侵略戦争の反省とか主導した昭和天皇裕仁ら戦争犯罪人への断罪が一切規定されてないと。だ、憲法上の問題なんですよ、これね。というのが今日のメインテーマです。ですから、この前川さんのこのような日本国憲法はアメリカによる押し付け憲法ではないというふうに主張するのは、単に前川さんだけの個人の問題ではなくて、戦後の日本における護憲運動とか平和運動、反戦運動の基本的な考えに共通する考えになっていると思うんですね。でも表の顔と裏の顔を同時に見ないといけないよということで、今の日本国憲法は守るべきということではなくて、日本国憲法を超える我々自身の市民憲法をゼロから作り直すということが、前川さんをはじめとするいわゆる戦後の平和、反戦平和護憲運動の正しい方向だと思うんですよね。ただ守れと、押し付けではないということだけ主張してても現実、現状のこの悲惨な日本国憲法が破壊されてる悲惨な現状を突破解決できる方策はこの延長線上では見えないんですね、何にも。ということで、今日のメインテーマをアップしますね。これか。これがメインテーマですね。初耳さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。 K さん、コンティニューコインですね。 K さんもこのメインテーマをリツイートしてくれました。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚11枚ぐらいですかね。すごいですね、配信ありがとうございます。そして今日のメインテーマのは放送の前ですね、いつものように砂月さんが4つのメッセージをアップしてくれました。そして、砂月さん、昨日は介護のためにキャスはお休みでしたということですね。そうなんです。で、ワクチン接種急な副反応にたらい回しもと、 TBS ニュースですか。からファイザー供給源に自治体大混乱と、接種加速から急ブレーキということ。これも今日の私のトピックスの中でもこの記事取り上げますけどね、ということです。そして、昨日の東京新聞のコラム、鈴木安蔵か、鈴木だ、
前川さんのコラムの書き起こしですね、ということで、で私の人間が作ったものには表の顔と裏の顔があり、その両方を同時に見ないと物事の本質はわからないと、こういう、まあ、私の主張ですけどね。ですからマッカーサー GHQ 総司令官が起案し、1947年5月3日に制定した日本国憲法も全く同じ、人間の作った表の顔と裏の顔を同時に見ないといけないよということなんですよね。で、日本国憲法の表の顔とは何かと、それは日本国憲法が世界に誇る近代的民主的憲法と一般的に言われる7つの基本理念であるということなんで、みんなが賛同するような素晴らしい理念が書いてあるんですね。表はで、独立した主権国家、主権在民、三権分立から非差別、平等、これ全部いきますかね。あ、いきましたね。それから一線平和主義、個人の自由と基本的人権の尊重、隣国との平和共存と、で上記日本国憲法が掲げる7つの基本理念は今の日本ではどうなってるのかという、ここですよね、問題はね。最初、独立した主権国家、今の日本は米国傀儡政党自民党が日本の政治を独占支配し、国家主権と国民資産を米国に売り渡してきた植民地国家であると、理念とは全く真逆な現実があるということですよね。でこのことの根本原因は日本憲法の中に独立した主権国家を保障する条文が存在しないと。そうなんです。だからマッカーサーにとっては日本が独立国家、主権国家であるということが憲法の中に書かれてては困るんですよね。あくまでも米国の植民地国家として日本を存在するとさせるという意図からすれば、こういう条文は作んないんですよね。から主権在民民主主義、今の日本は自民党米国傀儡政党が日本の政治を独占支配してきたために、主権が自民党に簒奪され、民主主義が破壊された独裁国家なんだと。ああ、ダメか。ああ、行きましたね。はい、2番。で、このことの根本原因は何かというと、日本国憲法第7条、天皇の国事行為3項で、天皇が首相に衆議院、解散権を与えたこと。これですよね。衆議院の解散権思った首相は当然ながら野党が弱体化していると、野党に金がないという時を狙って衆議院を解散してきたから、勝つが当たり前と。解散権を持った米国傀儡政党自民党の首相は常に衆議院選挙で勝利し、
政権を半永久的に独占できたと。こういうことですよね。から三権分立、非独裁主義、今の日本は三権分立は存在せず、首相が三権を独占する超独裁国家である。そのことの根本原因は、第一に日本国憲法に三権分立の条文がないと。条文がないんですよ。第一に日本国憲法の中に存在しないと。から第二に、日本国憲法第67条が規定する議員内閣制によって、議員と内閣が一体となった二権癒着制度、これなんですね。議員内閣制自体が三権分立とは相入れないんですよね。であること、で第3には日本国憲法第6条2項で天皇が首相に最高裁長官の任命権を与えたと。だから三権を首相一人が独占支配できるようになってるんですね。とんでもない とんでもない、日本国憲法の裏の顔なんですよね、これ。だから非差別平等主義、今の日本は至る所で差別が制度化固定化された差別国家、不平等国家だ。その根本原因は、日本国憲法第1条で国民の上位に天皇家を位置づけ、国民統合の象徴となる天皇制が差別と不平等を制度化していくことと。天皇制なんですね、これ。で、必然平和主義、日本は憲法9条によって非戦平和主義に、こっちか。今の日本は世界第5位の軍事力の自衛隊を持つ軍事大国であり、日米、安保条約にあって米国が始める戦争に参戦するように義務付けられた米国軍事同盟国家だと。ああ、長いか。軍事同盟国家であると。このことの根本原因は、日本国憲法9条で独立国として個別的自衛権を
放棄して国の安全保障を米国に 100% 依存することで米国の軍事支配下に置かれたことと、これは全部いきますかね。いきましたね。放棄、6番目、個人の自由と基本的人権の尊重。今の日本は個人の自由と人権よりも国家の秩序が優先する不平等国家、人権蹂躙国家である。このことの根本原因は日本国憲法第12条13条の条文に個人の自由と人権の尊重は公共の福祉に違反しない限りとの制限が規定されているかと。で、常に国家の秩序、公共の福祉という名の国家の秩序が最優先されるということですよね。そして最後、隣国との平和共存と。今の日本は戦前の昭和天皇広重が主導したアジア太平洋侵略戦争の被害各国への正式謝罪も賠償も行ってない戦争犯罪国家だと。そのことの根本原因は日本国憲法にはアジア太平洋侵略戦争の反省と主導した昭和天皇広重ら戦争犯罪への断罪が一切ないと。だから何事もなかったかのような前提で日本国憲法というのはいわゆる、侵略戦争を断罪しそれを主導した昭和天皇広重ら、軍人政治家在韓人右翼等々らの戦争犯罪を一切、無視していると。無視したんですね、わざと。だから日本この根本原因というのは日本国憲法にはこれに関する、過去に犯した侵略戦争への反省もから特に、最大最高の戦争犯罪になる昭和天皇広重への断罪も一切言及しないことから始まってんですね、これね。というのが今日のメインテーマでした。で、第3部は今日の推奨本で、今お休み中ですね。第4部、新型コロナウイルスの最新情報として、日本国内感染新型コロナ43名死亡、1437人感染確認ということで、死者の内訳は北海道が12人、東京都が5人、大阪4人、愛知4人、沖縄4人、岐阜2人、神奈川2人、鹿児島2人、兵庫1人、和歌山1人、埼玉1人、広島1人から福岡1人、茨城1人、静岡1人、高知1人、合わせて43名と。で、累計の死者が14,517名になったと。それから新規感染者1437名で、累計で、78万8200人になったと。8248人と。
で、都道府県別だと東京都がプラス435人で16万9700、大阪がプラス107名で10万2500、神奈川がプラス163人で、6万5700、愛知がプラス96で5万600、埼玉がプラス93で4万500、北海道がプラス29で4万1000ということですね。で、沖縄がプラス98ですね、2万230人と。そして感染者が日本で一番少ないのが鳥取、プラス0で466、島根プラス0で551、秋田プラス9で785、福井プラス17で1155、岩手プラス5で1638、徳島プラス1で1653、高知プラス16で1749ということですね。そして PCR 検査数ですけど、6月20日1日で1万、まあこれは日曜日でしょ、日曜日はだいたいそうなんですよ、1万5000とか1万7000ですね、1万7279と、もう極端ですよね。通常だったら5万とか6万、それも少なくなってるんですけど、日曜日はもう極端に少なくしてるのね、 1万7000件ですってということです。これが日本のコロナ最新情報、 NHK ニュースですね。そして PCR 検査数ですね、ひどいもんですよね、1万7000ですって。単位が100万、1日100万ぐらいでやんないとカバーできないでしょ。土山純一さんですね、遅くまでありがとうございます。コンティニューコイン2枚とお茶ば食ってんですね。そして世界の最新情報、386万8千人になったということで、6月21日午後7時時点ですね、これ AFP ですね。死者が386万8393人と。で、感染者が累計で、1億7840万人と。で、6月20日1日で世界全体で6567人が死亡、31万7517人が新規感染者と。で、死者の増加幅が最も大きいのがインド1422、それでも少なくなりましたね。なんか人工的な集団抗体ではなくて、人工的に特に大都市では感染者数が 70% 以上になったんで、いわゆるワクチン接種による人工的な抗体、集団抗体ではなくて自然抗体のために死者数が減ってんだろうというふうに言われてますね。ついでブラジル1025人、コロンビア599名と。で、最も被害が大きいアメリカでは今まで60万1825人が死亡、3354万1997人が感染と。で、ついで被害が大きいのはブラジルで死者が50万1825、感染者数が1792万と。で、以降インド死者が38万8100、感染者が2993万、メキシコ死者が23万1100、感染者が247万、ペルー死者が19万425、感染者が202万と。で、人口10万人あたりの死者数が最も多いのはペルーで578人、次いでハンガリー310人、ボスニア・ヘルツゴビア294、
チェコ283、北マケドニア263と、こういうふうになってますね。世界のあれはアップしましたね。そして3つ目、日本のコロナのワクチン接種率が 26.1% になったと。193カ国中87位と。これは昨日の6月の21日の最新データですね。ようやく 20%、26% になったと。そして、接種回数ですね、3292万回になったと。で、比較のために、毎回、データを出してますけど、英国 111.7%、 順位が10位、7519万回、米国 95.8%、 15位、3億1786万回と。接種回数ですね。だからイギリスはインド型変異株が猛威を振るってて、1日1万人ぐらいの新規感染者が出てるんですけど、ワクチン接種のおかげでですね、死者数が少ないんですね。一桁ぐらいで済んでるんですね。からカナダ、ドイツ、カナダ 86%、 19位、3231万回、ドイツ 79.9%、 22位、6645万回と。からイタリア、フランス、イタリア 76.3%、 24位、4326万回。フランス 71.6%、 35位、4844円。先進国と言われるんだったら最低 70% ワクチン接種率ないと、先進国じゃないですよね。日本は 26.1%、 87位、3292万回と。で、参考のために韓国が 34.7%、 76位、2794万回。そして中国の接種率は上がってんですね。 73.6、 34位、10億2292万回と。まさに先進国にふさわしい接種率ですね。本来だったら G7 って言ったら中国が入るべきですよね。世界第2位の経済力、そして接種率が 73.6% ですから立派な先進国ですよ。ということで、です。そして今日のトピックスですね。解散総選挙で自民50席減と、単独過半数割れの衝撃データって、日刊現代の6月20日、あれですね、50どころじゃないだろうと。本来だったら100でも150でも減るべきなんですね。で、現在に自民党は衆議院でこの記事に出てますけど、277議席、277ですよ、自民党で。野党第一党の立憲民主党が114と。277も自民党、あの自民党が取ってるっていうのは何なんだろうと。277対立憲民主党が114ですね。半分ですよ、半分。で、仮に自民が50減らすと、そのまま立憲に移れば
自民が227、立憲が164になって、そうするとあそっか差が 100なんですね、50で倍なんですね差がね。これでも全然ダメですよね。この立憲が問題なんですよねこれね。これが最初のあれです。から立憲消費税減税で迷走と公約ではなくと代表発言に党内が反発したという、当然でしょう。ブレまくってんだよね。だからもう枝野執行部を罷免しないといけないんですよ。戦う、本格的な政権交代を狙う本物の野党の代表にならなくちゃいけないってことですよね。からファイザー供給源に自治体大混乱と、接触加速から急ブレーキということで、最初からファイザーの供給が減るということは分かってたんですけど、言わないんですよね政府は。で急に言ってるから各地方自治体が大混乱になってると。本当泥縄だよね。それから米 EU A カナダがベラルーシに新たな制裁と強制着陸や圧政政策でということで、これは CNN ですね。ルカシェンコというもう二十何年独裁してると。これはもうプーチンが背後で支援してるから、こんな独裁が長期間続くんですよね。これもひどいね。国賓トランプのおもてなし4000万円ですって。5日間で、あ、4日間か、去年一昨年ですよね。トランプが2019年5月に来賓として、トランプが来た時の接待経費が4022万円ですって。ひどいね。1日1000万使ってるということ、国民の税金何と思ってるんでしょうね。何とも思わないんでしょうね。4日間の日程だから1日1000万ですよ。最も多くの経費がかかったのは首脳会談だって。記者会見等の設営で1240万と、このほか宿泊のための経費が732万、車両の借り入れのための経費が576万ですって。そして今日の重要情報ですね。東京五輪への勇気ある批判を続ける宮本亞門が襲撃告発。トップの方が裏で大金を渡し、招致を決めたと自慢げに話してくれたと。リテラーですね。トップの方っていうのは森喜朗しかいないよね。これが真実ですよ。ということで、今日の放送時間がですね54分21秒、9名様全体で35名様、やはりもう真夜中ですもんね。今0時7分ですよ。コメントが48件ということで大変遅くなりました。申し訳ありません。今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね、 ありがとうございましたということで、今日火曜日に、開始がですね11時過ぎになっちゃいましたので、現在真夜中を過ぎちゃいました。申し訳ありませんでしたということで、妨害はなかったですね。
Kさんお疲れ様でした。本当お疲れ様でした。申し訳なかったです。ということで、明日水曜日ですけど普通日後放送を予定しております。9時半までには放送開始できると思いますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。終了です。おやすみなさいですね。